赤ちゃん今日はイブタンギーのアーチの増殖よ。読み聞かせがいいって言うからね。シュルレアリスムとユングの関係は曖昧である。ユングの不都合訳は1920。もうすぐ生まれますよ。ひひふひひふ。もう少しだ。それ。ギャー。うんげー。うんげー。生まれましたよ。うんげー。うんげー。うんげー。化け物だ！アンゲー！アンゲー！ちょっと大きいけど、私の子よ。ん？ありがとう。産んでくれて、ありがとう。ほら、もう喋れるの？うん、お腹の中で勉強した。なんですね？すごいわ。てか、お母さんって結構ブサイクだね。あ？そんな顔でよく旦那さん見つけられたね。何よ、あんたが危なかったー。うげーうげー。あら、ゆいちゃん、おむつかな。はい、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 取ったわよ。あら、金のうんちじゃない。すごいわね。はい、じゃあ新しいおむつよ。おい、ポジション悪いからやり直しだ。なんなの、あんた。親の身にもなりなさい。アンモニア臭酸性値を上げて皮膚を溶かす尿を作った。俺の勝利だ。ごちゃごちゃうるさいわね、このクソガキが。ヤネちゃん、おっぱいの時間よ。はい。お母さん、ビタミン C とか取ってる。血液の RH 数下がってるよ。正直まずいから粉ミルクにして。なんなのこの子、気持ちが悪いわ。いやー、わあ！わあ！ヤネちゃん、あなたにはしつけが必要だからね。ハーゲンダッツ。ただいま。ええ！おい、粉ミルク。あ、はい。あれから成長し、俺も保育園生になった。はい、じゃあ絵本の読み聞かせをしますよ。いないいない。ばあ。そんな低俗なものより超弦理論の論文を読んでくれ。子供は絵本に決まってんだろ。学校法第22条、保育園は義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして幼児を保育し、え、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与え、その心身の発達を助長することを目的とするとありますが。あ、超弦理論の読み聞かせするぞ。はい、じゃあおやつの時間、バナナです。うまい棒よこせ。うまい棒は体に悪いからダメだよ。就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の促進に関する法律では、給食の実施はその園の任意であるとありますが。うまい棒食べようか。はい、お歌の時間ですよ。追いかけやめてね。邪魔をするな。でもお歌の時間だからね。一日の教育保育の標準時間は4時間と厚生労働省が定めているが、もう4時間過ぎてるよな。はい。俺に口出しすんな、ガキが。くそ、舐めやがって。はい、昼寝の時間ですよ。今だ、復讐してやる。おりゃー。あれ、あ、はい、幼児虐待ですね。法廷で会いましょう。いやー、俺には好きな先生がいる。あ、ヤネちゃん、ほっぺにお菓子ついてるよ。ギャル子先生だ。先生の好きなお花は何ですか？バラかな。できた。先生、結婚してください。すごい。でも大人になったらね。約束ですよ。指切り現場、嘘ついたら針千本のます。先生。あ、パッピー。もう何よ、パッピー。彼氏いたのか。おい、これ誰にもらったんだよ。屋根助くんにもらったの。なんだこれ、しょうもねえな、あの野郎。はは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 は。うらっ。
嘘ついたら針千本伸ばす。あ、いや、ちょっとあんた何やってんの。え、あんたが針千本。